N 博士の屋敷の門からガレージに続くこの道は、真夏になるとヤシ、シュロ、シダが茂り熱帯っぽくなる。木の上ではジャガー猫がオマキザルの子供を狙い、足元の沼ではメガネカイマンが口を広げて、ちょっと待って、え、なんでいつもの道がジャングルになってるの？新一、気をつけて。沼にはピラニアもいるし、ヤブの中にはアナコンダも放ってあるから。ボッコさん、助けて。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。よー、新一どうした？ N 博士、大変ですよ。木の上でジャガー猫がオマキザルの赤ちゃんを食べようとしてます。あー、毎日暑くて熱帯っぽいからな、いっそガレージの周りをジャングルにしちゃおうと思ってな。ボッコと1週間かけて、あ、大改造、劇的ビフォーアフターしたのだ。改造が劇的すぎますよ。ガレージの中はもっとすごいわよ。わわわわわ、熱帯魚の水槽だらけだ。アクアリウムでアマゾンの水中を再現したの。アクアリウム？熱帯魚と水草を水槽に一緒に入れて、生物が長く生きられる環境を作ることよ。え？僕のアウトランダー PHEV の荷台まで水槽になってる。アクロもスイスイ走る四駆のアウトランダーに合わせて、アマゾンの奥地に住む走行ナマズの水槽にしてみたわ。なんで走行ナマズって？だいたいこれじゃ車が出せませんよ。新一見ろ、外光を遮断して水槽だけライトアップして、どうだ、綺麗だろう。あ、確かに。電源はアウトランダーから取ってるのよ。あ、そうなんだ。ピートも興奮したの、なんのって。あ、そういえばピートはどこに？あ、水槽に登って魚を捕まえようとするからな、表に出してあるんだ。私が毛を塗ってジャングルに住むジャガー猫っぽくしておいたわ。もしかして木の上でオマキザルの赤ちゃんを狙っていたのってピート？ワイルドだろ。わわわわわ、大変だ。ピート、サルの赤ちゃんを食べちゃダメだよ。ピート、出ておいで。ああ、ピート、もうかわいそうに斑点なんか塗られちゃって。かっこいいと思うけどな。そうだ新一、今日はアクアリウムのことを勉強しに行こうじゃないか。ちょっと面白そう。よーし、そうきたか。裏に止めてある、さあ便利カーに乗った、乗った。ピート、おいで。ああ、ボッコ、アナコンダやメガネカイマンが暴れて屋敷の外に出ないよう留守番しっかり頼んだぞ。任せて。このいたずらザル、帽子を返しなさいよ。あ、なんか踏んづけた。あれ、遠くで元子の声が聞こえた気がするぞ。ん、そうか、気のせいだろ。さあ、アクアリウムを知る旅に出発するぞ。ヒアウィーカー。Have a plan to motor west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース、三菱自動車がお送りします。さあ、港区の撮影スタジオに到着だ。アクアリウムの話を聞くのに、なんでスタジオなんですか？ N 博士、いやー、みっちょー、久しぶり。みっちゃんって断蜜さん。新一、お前今日はちょっと驚きすぎだぞ。え、だっていきなり断蜜さんが出てきたら誰だって驚きますよ。みっちゃんはな、アマゾンに住むプレコという熱帯魚を飼っておられるのだ。みっちゃん、この新一に熱帯魚のことを話してやってもらえないかな。はーい、いいですよ。あの、だ
壇蜜は新一と言います。よろしくお願いします。壇蜜です。よろしくお願いします。あ、お願いします。あの、壇蜜さん熱帯魚を飼ってらっしゃるんですか？そうなんです。それいつ頃からなんですか？かれこれ4年ぐらいになるかな。4年前にたまたま知人が、あの、もう飼えなくなったということで、私に熱帯魚を託しまして、で、私もこれは飼ったこともないし困っちゃったなって思いながら、参考書とかその飼い方なんていうのを見ながら育ててきたんですね。それで飼えるものなんですね。自信なかったんですけど、でも、あの、仕組みがちゃんと決まってまして、温度、水質、ご飯、あと相性、喧嘩しないかどうかとか。熱帯魚同士の相性って。そうなんです。喧嘩っ早い子もいれば、本営って言って一緒に泳ぐことが可能な子もいるので、そういう性質を見極めていれば、意外にもその月1とか2週間3週間に1回のメンテナンスでなんとかなるんだなっていうのが分かったので、飼えるなってこれは思ったんですね。毎日毎日ね、お水の水質調整して変えてとか、そういうのではないので、だからそこが敷居はちょっと低かったかなって思いましたね。壇蜜さんがその最初に友人の方から、はい、そうですね、こう譲り受けたのが、はい、そのプレコになるんですか？そうですね、今の初代プレコちゃんは今15センチぐらいかな、15、20ぐらいかな。結構大きいんですね。そうですね、少し大きくなって。でもなんか熱帯魚ってイメージとしてはなんかちっちゃい魚が、そう、小さくて華やかでひらひら泳ぐ、そういうイメージがあるんですけど、今うちにいる水槽の魚たちは基本動かない、大きめ、若干黒目っていう、なんかこう華やかさに欠けるようなメンバーで成り立っております。真逆ですよね。真逆なんですよ。私、あの、はきらびやかなものがにも興味はあるんですけど、好きなタイプっていうのが熱帯魚にもやっぱりありまして、それがどうしても、あの、古代寄りなんですね。あの、エイシェント、古い寄り、うん、昔からいる熱帯魚っていうことなんですか？そうですね、ジャンルで言うと古代、いわゆる古代魚と呼ばれている子たちですね。だから古いっていうのはあんまり派手な子いないんですよ。あの、すごい基本的なことなんですけど、はい、壇蜜さんがその今飼ってらっしゃる、はい、プレコっていうのは、はい、どういう熱帯魚なんですか？プレコちゃんはナマズの仲間と言われてまして、大きくはなるけれども1メートル2メートルにはならないという感じですね。だいたい30、60とかそれぐらいでしょうね、はい。模様は何かあるんですか？あ、模様はいろいろあって、基本その茶色と黒のブチブチ模様っていうんですか、斑点模様のものがメジャーかな。あとシマシマもいます。シマウマにそっくりな柄の子もいるんですよ。白と黒っていうことですか？その中にはグレージに黒いうっすらとした縞がついていて、目が赤い子もいるんです。ちょっとつぶらやプロの香りがしてくるんですけどね。つぶらやプロが作ったんですかっていうような感じの子もいます。ウルトラ怪獣みたいな。なるほど、はい、基本怪獣っぽいです。で、あと派手な子で言うとレモンの名前が入ってる黄色いプレコちゃんもいます。プレコの中にもそのいろんな種類がそうなんです、いるっていうことなの。じゃあ壇蜜さんが飼ってるプレコは、はい、ブチブチ模様の。そうです、あの、いわゆるこうセルフィンプレコっていうとてもメジャーなプレコちゃんですね。で、初代の子に加えて、今年の初めかな、2015年の初めに、あの、新しい子も引き取って、今はプレコ2体体制でやっておりますが、見てると楽しいですね。2代目はすごい大きいんですよ。どれぐらいなんですか？35とか40とか。あ、結構大きいですね、はい。じゃあ水槽の中には初代プレコと新しいプレコの他にも熱帯魚が入ってる、ちょぼちょぼだったのですが、はい、実は種類があるプレコなんですけれども、うん、基本喧嘩っ早いんです。プレコとプレコは仲が悪い、で、私はそれをとは言うものの、大きい水槽大丈夫でしょうって言って入れたら、ぐる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 お互い追っかけ回して、最終的にバターになるんじゃないかっていうぐらいにぐる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 やってるんで、これはいかんと思って、初代の子を引き離して、はい、別の水槽に入れて。プレコ同士なのに喧嘩しちゃうんですか？縄張り意識が強いのです。基本混栄と呼ばれる、さっき言った混栄孵化という種類に入ってるんですよ、残念ながら。
中にはね穏やかな子もいるとは思うんですけど、うん、うちのはぐる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 回ってましたで、試しに90センチぐらいの水槽を買ってきてちっちゃいのいっぱい入れてみたんですよ。そしたら意外とねみんなちょぼ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 やってるんでハーレム気分が楽しめますこうやっているか君たちよと。でしかも卵を産んだんですよ。で小さい魚がいっぱい帰って、でその子たちもやっぱり小魚ながらも人の動きに敏感で、私が歩いて端っこに立ってると餌餌餌餌って集まってくるんですよ。まあ、それが分かってるの可愛いとは思うんですけど、まあでも魚天候を取るのがめんどくさいんですよ小さいと。魚天候、はい、どんぐらいいるかなっていう、例えば流木の下に挟まってないかなとか、コケを取ってくれるタニシの仲間で石巻貝ってのがいるんですけど、はい、石巻貝ってひっくり返ったら死んじゃうんですよ。ひっくり返っただけで。そうなんです、石巻貝は常に何かにくっついていないと死んじゃうんですよ。でやっぱり石巻天候もやらないといけないんで、でひっくり返った石巻貝を起こすための棒みたいなのもあるんですよえ、それは専用の。それは私が雑貨屋でペットボトルの中を洗う長いあのスポンジ付きの棒あるじゃないですか。あります、あります。あれのスポンジをむしり取ってでこれ石巻棒ねって言って、で毎朝毎朝こうひっくり返った石巻貝をスナップを効かせて元通りにさせてる地味な作業をしてますけどそういうのも楽しいんですけど、やっぱりこう飼ってると、まあ、生活の動作として当たり前になってきますね。だって朝一番最初に起きて魚の天候とって石巻貝をひっくり返してますっていうのは熱帯魚飼ってる人あるあるじゃなければ多分通じないと思うんですけど、でもそうやってもらい受けて、はい、自力でいろんな本を読んだりして、はい、なんとか育てられるものなんですか、はい、熱帯魚。一つの建国シミュレーションみたいになってますね熱帯魚王国みたいなの作ったもうだからダムシさんはだから楽しみ方が違う気がするんですよそうですか。もうね、譲り受けた土地を参考書をもとに耕し発展させ子孫を増やし、たまにひっくり返してスケールが大きいですよね。スケールが大きなシムシティとかねだと思っていただける。ちょっとゲーム感覚、ね、ゲーム感覚ですね。なるほど。Meu amor, sentir nosso dia, ver o sol nascer, recomeçar, se entregar, noites de amor, você é minha flor, meu perfume de verão.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。あなたのライフスタイルを変えてしまうような刺激がこの車にはある。三菱ニューアウトランダー PHEV、 その出会いは一目惚れに近いかもしれない。生まれ変わったエクステリア、そのフェイスには三菱の新フロントデザインコンセプトダイナミックシールドを採用。プレミアム SUV にふさわしいスポーティーで力強いスタイルに誰もがハッとするだろう。時代をポジティブに生きる大人たちへ、三菱自動車からの新しい答え、 PHEV で次のプレミアムへ。ニューアウトランダー PHEV デビュー。三菱の EK は踏み間違えても飛び出さない EK、 誤発進抑制機能と前の車にぶつからない EK、停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムでダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ、詳しくはウェブで。で、どうだった？
話は面白かったんですけど、うん、色っぽすぎて頭に入りませんでした。確かにな、色っぽすぎる人から話を聞くのも考えものだな。よし、じゃあ次はアクアリウムの歴史を見に行こう。それでは紀元60年のポンペイに向かってヒアウィーガガガガガガガさあ到着だ。ここはナポリ南東30キロの海辺の町ポンペイだ。時代は紀元60年、ポンペイが一番栄えていた時代だ。ポンペイってもしかしてベスビオ火山の噴火で埋もれてしまった町？そうだ、今日本でも火山活動が各地で活発化して心配されているがな、ここは火山活動研究の原点となった町だ。なんでポンペイに来たんですか？それはどこかの屋敷の庭を見せてもらえばわかる。どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけてついてこい。はい。すいません。庭を見せていただいてもよろしいですか？いいよ、どうぞ。ほう、立派な大理石の水槽ですな。横がガラス張りだ。我が家自慢のアクアリオだよ。アクアリオ？アクアリオはアクエリアスの中性系。アクエリアスは水亀座、つまり水亀って意味だ。アクアリウムの語源だ。この時代にもうガラスがあったんですね。今から10年ほど前にエジプトからローマにガラス作りの技術が伝わってね、そのガラスを使って魚を横から見えるようにしたんだよ。皆さんこういうアクアリをお持ちなんですか？海沿いの家には与えてあるよ。魚はどれくらい生きるんですか？残念ながら長生きはしないんだ。でも目の前の海からいくらでも取ってこられるからいいんだよ。そういうことか。あ、ピートが魚を見て興奮してる。おっとっとっと、それではそろそろおいとましましょうか。ありがとうございました。いつでも寄ってくれ。博士、今の人に火山のことを教えてあげた方が良かったんじゃないですか？あ、噴火は19年後だ。今教えてもダメだろう。そっか、でも注意してほしいな。さて次の時代に行くぞ。さあお次はぐっと時代が下って1832年の同じイタリアのシシリー島のメッシーナだ。海辺に石造りの綺麗な建物が並んでる。ああ、素敵な街ですね。新一、あそこの港を見てごらん。え？女の人が何か作業をしてますよ。彼女はフランス人生物学者のジャネット・ポエルだ。この時代に女性の生物学者ってなんか珍しいですね。それがそうでもないんだな。彼女に話を聞いてみろ。何をなさってるんですか？捕まえたオイガイをケージに入れてるのよ。ケージに入れてどうするんです？後で家に運んでガラスのタンクで飼育するの。女性でそういうことをされるのって珍しいですよね。あなたはアジア人だから知らないかもしれないけど、今のヨーロッパでは普通よ。え、普通なんですか？そうよ、ヨーロッパの女性の間では生物を集めたり育てたりするのが流行ってるの。最初は1720年代の貝殻、次は1750年代のカナリア、1800年代には中国の金魚、次はアフリカ探検熱に乗って熱帯のシダ、今は海の生き物がトレンドよ。ご婦人たちは浜でイソギンチャクやヒトデを夢中で採集してるわ。私のような女性の生物学者も増えているのよ。へえ。ねえ、私の専門じゃないけど、その猫ジャガー猫でしょ？あ、いや、これはもしかして新種じゃないの？ちょっと見せて。あ、いや、その先を急ぐのでこれで失礼します。待ちなさい、せめて烈肉種の形だけでも
この時代の女性はたくましいですね。ポエルは酸素や新鮮な水を頻繁に供給することで、海の生き物を人工的な環境下で長期間生かすことに成功した最初の人なんだ。あの人が？うん。アクアリウムの扉は19世紀の女性たちによって開かれたってわけさ。では次は26年後のロンドンに飛ぶとしよう。さあ1858年のロンドン、ポートランド通りに到着だ。石造りの建物に人が吸い込まれていきますね。あの建物はウィリアム・オルフォード・ロイド水生生物展だ。中に入ってみよう。いらっしゃいませ。大きな水槽がずらっと並んでる。50、いや60はあるかな。おお、 N 博士じゃないか。いやー、ゴス博士。新一、こちらは自然科学者のフィリップ・ヘンリー・ゴス博士だ。よろしく。はじめまして、新一と言います。このゴス博士が1854年に出版したアクアリウムという本は、イギリスでアクアリウムがブームになるきっかけになったんだ。わ、それすごい。私のアクアリウムのコンセプトは、水槽の中で海の魚と海藻を一緒に育て、魚が出す二酸化炭素で海藻に光合成させ、光合成で生まれる酸素で魚に呼吸させる。つまり水槽の中に持続可能な生態系を作ることなんだ。言ってみればノアの箱舟の陸上版だね。この店では私の提唱するアクアリウムの装置をはじめ1万5000もの水生生物を売っているんだよ。すごい繁盛ぶりですね。産業革命で都市がのどかさを失い殺伐としてきたので、せめて自分の部屋ではのどかな海中世界を眺めていたいということだろうな。なるほど。それと1845年にガラス税が撤廃されて、ガラスの価格がぐんと安くなったことも大きいね。そんな税金があったんだ。ところで君が抱いている猫はジャガー猫だよね。いや、これはちょっと私に抱かせてくれないか。こいつはちょっと。大丈夫、生き物の扱いには慣れてるから。あー、しまった、ジャガー猫が逃げ出した。哺乳類は勝手が違うな。あ、ピート戻ってこい。危なかった。なんかえらい騒ぎになっちゃってるな。それにしても19世紀の半ばのイギリスでアクアリウムが大ブームだったなんて意外ですね。うん。この時代までは海は人類にとって恐怖に満ちた暗黒の世界だった。人は陸上と違って海の中に関する知識はほとんど持っていなかった。深海の底には生き物はいないと思い込んでいたんだ。そうなんですか？1860年、イタリアとアルジェリアの間の海に沈められていた電信用ケーブルが修理のために引き上げられ、ケーブルにくっついて深海の様々な生物が上がってきたとき、ヨーロッパの人々は驚愕し、海の中への関心が一気に高まった。そうした関心の高まりに応えて、ジュール・ベルヌが SF 小説の金字塔、海底2万マイルを書いたのは1870年のことだ。では最後にもう一人の重要人物に会いにドイツに飛ぶとしよう。1870年のドイツは東部、チェコに近いタラントの森なる場所に到着だ。
森の中に建物が並んでいますね。そうだ、ここは農業大学のキャンパスなのだ。あの建物の中に軟体動物研究者のエミール・アドルフ・ロスメスラー博士がいるぞ。さあ訪ねてみよう。また騒ぎになるといけないからピートは置いていった方が良さそうですよね。だな。はい、ピート、車の中で留守番しておいで。どうぞ。いやー、ロスメスラー博士。うわ、ここも部屋中水槽だらけだ。これは犬博士、よく訪ねてくれたね。どうだい、水槽の状況は。うまくいっているよ。これみんな海の生き物ですか？いや、全部淡水生物だよ。私もゴス博士の本を読んでいろいろ試してみたんだが、何度やっても海の生き物はすぐに死んじゃってね。それで頭を切り替えて淡水の魚と水草でやってみたら維持も楽だしうまくいってね。そっか、あなたは淡水アクアリウムの創始者なんですね。ドイツの山奥じゃ海の生き物は手に入りにくいからね。いやー、うまくいっていることが分かってよかった。我々は旅の途中なのでこれで失礼するよ。うん、寄ってくれてありがとう。ロスメスラー博士の淡水アクアリウムはすぐにドイツ全土に普及し、アクアリウムの主流は海水から淡水に移った。彼のおかげでドイツは世界一の熱帯魚大国に成長し、今もアクアリウム関係の装置はドイツ製が最高と言われている。難しい海水アクアリウムの方が簡単な淡水アクアリウムより先に普及してたなんて不思議ですね。まあ確かにな。さあ、じゃあそろそろ現代に戻って今の熱帯魚の話の続きを聞くとしよう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。あ、流れ星。流れ星が流れてる間にお願いすると願い事が叶うんだよね。それ本当かな。あ、流れ星。停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムのついた三菱の軽自動車 EK が。ああ、言えなかった。もっと早く言わなきゃ。あ、また停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムのついた三菱の軽自動車 EK が。あ、また停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムのついた三菱の軽自動車 EK が。あそこにも。ああ、停車側域衝突被害軽減ブレーキシステム。ああ、ちょっと止まってくれ。三菱の EK は街中で前の車にうっかりぶつかりそうになってもレーダーが検知して自動ブレーキで止まる停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムを搭載。誤発進抑制機能と合わせてダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ。停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムのついた三菱の軽自動車 EK が欲しい。あ、言えた。システムの作動には一定の条件があります。詳しくはホームページをご覧ください。三菱ニューアウトランダー PHEV デビュー。生まれ変わったエクステリア、そのフェイスには三菱の新フロントデザインコンセプトダイナミックシールドを採用。プレミアム SUV にふさわしいスポーティーで力強いスタイルに誰もがハッとするだろう。 PHEV で次のプレミアムへ。じゃじゃーん、渋谷区神山町にある観賞魚用品のセレクトショップ選手明日の前に到着だ。N 博士、お待ちしておりました。いやー、早坂さん、どうも。新一、こちらは有限会社 H2 の代表でこの店の店長早坂誠さんだ。新一と言います、よろしくお願いします。新一君、よろしくお願いいたします。この新一に熱帯魚について詳しく教えてやってもらえませんか？はい、もちろんいいですよ。早坂さん、すごい基本的なことなんですけども、はい、熱帯魚っていうのは、はい、海水と淡水の2種類があるわけですか？はい、そうです。ただ普通に熱帯魚といったらまず淡水をイメージしていただいていいです。海水の場合は海水魚と言った方が正しいかもしれません。日本でいう熱帯魚はほぼ淡水のイメージで大丈夫だと思います。はい、熱帯魚
魚の中にも、はい、例えばその初心者向けだったりとか、はい、飼いやすいっていう熱帯魚っていうのはありますね。例えば養殖されてるものネオンテトラなんかは10匹買っても何百円ですね。ネオンテトラってちょっと名前を聞いたことありますよね。ネオンテトラが名前聞いたことあると、次カージナルテトラっていう魚がいるんですけど、それは知らないですよね。だいたいそこで全く知らない人かちょっと知ってる人かが分かるんですね。そのカージナルテトラを知ってるかどうかで、はい、うん、そうですね。例えばあとエンゼルフィッシュは知ってても、まあ、グッピーもご存知かもしれませんね。聞いたことあります。そこに行くと次プラティっていう魚をご存知かどうかとか、そうですね、あのなのでそういうお話をお聞きしながら、あ、どの程度ご存知かなっていうところで飼育しやすいのをおすすめはしてます。例えばプラティなんかはグッピーと一緒で卵胎性メダカといって、子供でどんどん生まれるのでどんどん増えるんですよ。だそういった楽しみもあったりとか、例えばネオンテトラ10匹何百円のちょっと入れてみて、あとは掃除をするエビを入れたりとか、ガラス面を張り付いてコケを食べてくれるナマズを入れたりとか、そういったところから始めましょう。そんな、あの、そうなんです。コケを食べてくれるナマズがいたり、そうなんです。ある程度生物除去といって、いわゆる汚れとか、まあ、藻類とかコケですね、そういったものを食べてくれる生き物がいるので、それをうまくこうバランスよく入れながら水槽の中をコントロールするっていうのが意外と面白くて。そうなんです。そう、エビとかナマズっていうのはちっちゃいですよね。あの僕たちが例えばイメージする大きいエビとかナマズってことではない。そうですね、そのぐらいの大きさかですけど、エビだと例えば南沼エビっていうエビがいるんですけど、これが2センチから大きくなっても、まあ、最大平均3センチぐらいのもので、これが意外と水槽の中の掃除の役割をしてくれたりします。あとは熱帯魚を飼育する上で一番コケを食べてくれると言われているエビはヤマトヌマエビっていうエビなんですけども、これが 4,5 センチ、最大で6センチぐらいまでおそらくいくかと思うんですが、これがものすごいよく働いてくれるんですね。なので大体サイズでいうとそのぐらいのサイズです。でナマズの方はそうですね、日本のナマズというイメージを一回全部なくしていただいて、全長でいうと3センチ4センチ、名前で言うと例えばオトシンクルスっていうナマズがいるんですけど、オトシンクルス、はい、ガラスにペタッと張り付いてもぐもぐそのガラス面を、まあ、ガラスというよりは葉っぱの表面とか石とかこう流木の表面を常に舐め回してくれるので、ある程度数がいると結構綺麗な状態を保てるんですね。その舐めることによって綺麗にしていくっていう、そうです。もちろん簡単な藻類は食べてくれるんですが、常に舐め回すことで生えにくくなるのもかなり結果としてはすごくわかります、飼育していると。なので通常は小さい泳がす魚以外にそういったあのオトシンクルス、まあ、ナマズの仲間とか、ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビというエビは絶対入れていただいた方がいい生き物です。基本的なその手入れっていうのは、はい、例えば1週間に1回水変えるとかって何かあるんですか？はい、そうですね、基本ベースは1週間に1回の2分の1ぐらい、あ、まあ、半分ぐらいの水替えというのを一応基本にしていただいた方がいいです。はい、週1回に、まあ、半分ぐらいの水をきれいに変える、ね、はい、慣れると本当小さい水槽で慣れると実は5分10分で済むケースもあるんですね。本当に水を捨てていただいて新しい水に調整剤入れていただいて入れるだけ、あとは周りのガラス面が少し汚れたらそれを軽くこすっていただくという作業はもちろん必要になるんですが、あと水草がきちんと育ってくるとハサミを入れてその草をきれいに刈り込むという作業もあったりはするんですけども、水草もどん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 成長して大きくなっていく、はい、そうです。あの逆に成長するような環境を作っていただいた方が魚が健康に育つので、どちらを優先させるかというと、本来いわゆる水草を食べる魚も当然いるんですね。だそういったものは除いておいて、そのいわゆる自然の生態系を作って魚を楽しむ上では、魚を飼育するんではなくてまず水草がきれいに育つという環境を作っていただいたところに魚を入れていただくと見た目も美しいですし、魚も意外と病気しづらかったりしますし、あのいいことがとても多いので、あのまずなんかこう水草を育てるところから始めていただくというのも飼育する方法の一つですね。水草がその上手に育つ環境っていうのは、はい、なんかこう条件がある。そうですね、例えば照明をちょっと強くしていただいた方がいい。それは光合成をさせるために水草用の専用の照明器具があったりするので、そういったところから始まって、あとは水草の栄養をちょっと入れていただくとか、あとは地面の砂利が水草を植えるための土だったりするとか、あとは光合成をこう促すために二酸化炭素を添加するとか、そういったいわゆる自然がギュッて凝縮された環境を再現すると草が育ったりするんですけども、はい、その水草が育つと熱帯魚にもいい環境になっていく、はいはい、そうなんです。なんで熱帯魚には水草があるといいか、一つは酸素をそこで発生します。水草が光合成をすると自分で栄養を取る副産物として酸素を出すんです。
で、その酸素をまた魚が吸収する。だから酸素濃度が上がるということが一つ。あとは魚の隠れ家にもなったりとかするんですけども、水草がきちんと育つと魚の病気の原因となる細菌とかを少し抑制させる力も出てくるんですよ。それは植物から出すこう揮発性物質っていうのはちょっと難しいんですけど、例えば人が森とか行った時に心地よく感じる、なんか森の匂いがするっていう表現を水槽の水草の中に当てはめると、実は水草もそういった物質を出してるんです。それが意外とこう細菌を抑制させる働きがあるはずなんですね。熱帯魚も水草の中に行くとなんかこう心地いいなとか。そうですね、まあ、余計なする、もともとそうですね。あとはやっぱり隠れ家にもなるっていうのも大きいと思うんですが、自然環境、例えばアマゾン川の小魚、水草が結構茂ってるところに隠れるんですよ。なのでそういったまあ本能的な問題もあると思うんですけども、やっぱりそういった自然に近い、ある意味人工ですけど自然に近い環境を作るっていうことが魚のストレスも軽減する、あとはやっぱり病気しづらくするっていうことにつながってくると思います。Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Salve o samba, queremos samba. Essa melodia de um Brasil feliz. さあ続いては横浜市にある雑誌月刊アクアライフ編集部に到着だ。いや、江野博士。ああ、山口さん、お久しぶりです。新一、こちらは月刊アクアライフ編集長の山口翔吾さんだ。はじめまして、僕新一と言います。よろしく。この新一に熱帯魚のことをいろいろ教えてやっていただけませんか。はい、いいですよ。山口さん、熱帯魚って流行りとか、あ、人気がある熱帯魚とか、はい、っていうのはやっぱりあるものなんですかね。すごくありますよね。いつも僕がこういう仕事してから20年ぐらいになりますけど、大体何かが流行ってる。熱帯魚の中で、熱帯魚の中でもありますよね。例えば昔はディスカスって分かりますかね。丸い円盤みたいな、横から見ると円盤みたいな魚で、熱帯魚の王様なんて呼ばれてたんだけど、そういう魚がすごく流行ったりとか、アロワナとかも流行ったりとか、あとは今で言うと小さなエビ、これ魚じゃないですけども、レッドビーシュリンプっていうようなエビの仲間もすごいブームになってますし、本当最近だと日本メダカ、日本産のメダカ、これも熱帯魚とは違うんですけども、まあ、同じアクアリウムフィッシュってカテゴリーで見ればものすごいブームですよね。日本産のメダカが流行ってるんですね。グレーの小さい魚ってイメージしかないかもしれないけども、最近流行ってるのはオレンジ色だったりとか銀色だったりとか、ヒレが長かったり胴が短かったり、すごく人の手によって改良が加えられたものがものすごく流行ってるんですよね。メダカは今まさにこれからこう定着するようなものがどん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 作られてるっていう状況で、こういう流行りってちょっとなかなかないんじゃないかなっていうぐらいの勢いというか、そんなに大きな流行りは流行りかなっていうふうに思いますけども、うん、熱帯魚自体の流行りみたいな、はい、僕たちってあんまり熱帯魚に触れることがなかったりとか、テレビでもそんなに見ないんですけど、そうですね、傾向としてはここ15年ぐらいはだんだんこう水槽のサイズが小さくなってきてて、ってことは流行る魚も小さいですよね、っていうのは傾向としてもあるけど、逆にものすごい1トンとか2トンあるような水槽も置く人増えてるんですよね。今流行ってるんですか、熱帯魚って。
例えば観賞魚の飼育人口世帯数でいうと、まあ、ある統計だと500万世帯ぐらいあるんじゃないかって言われていて、日本で500万世帯、500万世帯だから全部で今5000万世帯ぐらいですかね、日本の世帯数って。だから10件に1件ぐらいは金魚だメダカだ熱帯魚が飼ってる。その500万の中で熱帯魚っていうのが2割ぐらいじゃないかなって言われてるんで、そうすると500万の2割だと100万世帯ぐらい分かってるんでしょうねっていう感じですかね。それ結構多くの人が分かってるかなっていうふうに僕は思うんだけども、これも例えばだんだん増えてきたりとか、昔はもうバブルの頃のブームがすごかったんで、それと比べちゃうとっていうのはあるかもしれないけども、案外推移としては悪くないのかなって思いますけどね。例えば熱帯魚飼うっていうのはどれぐらいの年代の人が多いんですか？観賞魚でいうと30代40代の方が多いんじゃないかと言われていて、理由としては子供と一緒に楽しむっていう、それで案外自分も楽しくなっちゃってってケースもあるでしょうし。男性の方の方が多いんですかね？多いみたいですね。あの熱帯魚っていうことで絞ると8対2ぐらいの割合で男性が多いみたいです。そんなに圧倒的にやっぱり実際取材してても男性多いですよね。一頃本当輸出業者さんとかにお話聞くと、日本が一番たくさんの種類輸入してるよって言われたりとか。そんなに日本ってこう熱帯魚で進んでるんですか？進んでると思いますよ。あのレッドビーシュリンプ、ここ15年ぐらいの趣味かな、あれも日本初で、エビですよね、ヨーロッパとかでも今人気あるし、そもそもまあ日本人、中国の人、台湾の人、タイの人あたりは異常に魚好きって気はしますよね。日本は金魚は500年前から飼ってるっていうことだし、錦鯉は200年ぐらい前から改良が始まったのかな、普及したのは100年ぐらい前とか、そういうこう下地があるっていうか、手元に小さい生き物を置くっていうのが多分好きなんじゃないかな。そういうところに熱帯魚っていうのが、まあ、戦後ですかね、ちゃんと普及したのが入ってきてバッと定着して、まあ、いろんな面で日本人に合ったっていう気はするんですけども、今中国とはい、そういったアジアでも結構熱帯魚はその魚好きっていうところに、ね、魚好きですよ。中国も一回北京は行ったんですけど、その時向こうの雑誌の編集者といろいろ話してて、大げさじゃなくて中国の人は一家に一個水槽なりたらいなりがあって何か飼ってるって言ってましたね。その面白くて、日本は熱帯魚さんってこう道路沿いとかにポツポツってある感じで、まあ、駅前とかにあったりとかするんだけど、中国はね、小さいお店が何十軒も集まったマーケットが北京ですけども、すごいたくさんあるんですよ。10畳ぐらいの熱帯魚さんみたいのが軒をこうずらーっと連ねていて、それぞれが専門店なんですよね。このお店は例えば水草しかやらないとか金魚しかやらないとかで、みんなそこを回って好きなの飼ってるとか、なんか中国の人は縁起物で結構飼うみたいですね、魚を。魚っていう字書いていいとか、いいっていうのかな、発音するんだけど、それが余裕の言う、裕福の言う、そうそう、あれと同じ発音らしくて、そもそも魚はそういう風にこう縁起物として捉えてるらしくて、そういうのもあるんじゃないかっていう風に言われてたけど、まあ中国もともと金魚結構盛んなんだけど、熱帯魚を珍しいの中国の人買ってったよって話は聞きましたしね。まあ、最近はね、日本より中国の方がたくさん買うぞなんて話も聞いたりとか、まあ、実践とかわかんないですけど、でもその中でも日本は熱帯魚の中ではかなりもう上の方で、僕はそう思うんですけどね。まあ分野によってはやっぱり他の国の方が全然進んでる分野もいっぱいあるだろうけど、なんか平均するとすごくみんな熱帯魚好きな国じゃないかなっていうふうに思いますよ。なるほど、うん、三菱自動車ピートの不思議なガレージ。三菱ニューアウトランダー PHEV デビュー、生まれ変わったエクステリア、そのフェイスには三菱の新フロントデザインコンセプトダイナミックシールドを採用。プレミアム SUV にふさわしいスポーティーで力強いスタイルに誰もがハッとするだろう。 PHEV で次のプレミアムへ。あなたのライフスタイルを変えてしまうような刺激がこの車にはある。三菱ニューアウトランダー PHEV、 その出会いは一目惚れに近いかもしれない。生まれ変わったエクステリア、そのフェイスには三菱の新フロントデザインコンセプトダイナミックシールドを採用。プレミアム SUV にふさわしいスポーティーで力強いスタイルに誰もがハッとするだろう。ハンドルを握れば PHEV の本質を知ることができる。電気の力が叶える SUV なのに
まるでスポーツカーのような加速感。ハイブリッドだけでは届かない圧倒的な経済性。しかも屋外で電気が使えるから、アイデア次第でアウトドアの遊び方をもっと広げてくれる。時代をポジティブに生きる大人たちへ、三菱自動車からの新しい答え、 PHEV で次のプレミアムへ。ニューアウトランダー PHEV デビュー。さあガレージに戻ってきたぞ。しんちゃんおかえり。男、いつの間に来たんだ。ね、ボール投げるからキャッチしてね。いや、ちょ、いきなりボーリングのボールなんか投げるなよ、危ないだろ。ボーリングのボールじゃないよ、ほら行くよ。いや、ちょ、よいしょー。え、何このボール、周りが甲羅みたい。わ、ボールから首と手足が生えた。あ、それは危険を感じて丸まっていたアルマジロだな。どこで見つけたんだよ。それが聞いてよ、ガレージに遊びに来ようとしたら木の上にいたオマキザルに帽子を取られて、追っかけたらアルマジロ踏んづけちゃって、そしたら私を置いて便利感が出ていくのが見えたんで、諦めてアルマジロと遊んでたのよ。あのさ、他にもっと怖い動物には会わなかった？怖い動物って？あ、メガネカイマンとかアナコンダとか。何それ。N 博士、新一、お帰りなさい。ボッコさん、首に大蛇を3、4匹巻きつけて、両手で巨大ワニを5、6匹抱えて、どうしたの？アルマジロと遊んでいるモトコを、後ろからメガネカイマンやアナコンダが襲おうとしてたから、片っ端から捕まえていたのよ。すごっ！少なくとも、大蛇や巨大ワニよりは熱帯魚の飼育の方が僕には向いてると思った。夏のボーナスで道具を揃えて、壇蜜さんと同じプレコを飼ってみようかな。ああ、でもうちで熱帯魚を飼ったらピートのやつがちょっかいを出すだろうな。ああ、そうだ、ピートをシャンプーして斑点を洗い落としてやらなきゃ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。ここで番組からお知らせです。ただいま猫のピートがデザインされたオリジナルのアウトドアチェアを抽選で毎週3名様にプレゼントしています。番組ホームページからメッセージを送信してください。アウトドアチェアのプレゼントは今月で一旦終了しますので、この機会にぜひご応募ください。また来月は新たなプレゼントをご用意しますので、楽しみにしていてください。以上、三菱自動車ピートの不思議なガレージからのお知らせでした。